慣れない演技なんてするものじゃないわ。ねえ16号、お茶とお菓子はあるかしら。思った以上に戻ってくるのが早かったからな。今すぐ準備する。もう用意しておいてって言ったのに。そう時間はかからない。それより18号はどうした？18号なら置いてきたわ。なんだと？そんな怖い顔しないでちょうだい。仕方なかったんだから。そんなことより一つお使いをお願いしたいの。なんだ、お茶はいらないのか？フリーザのこと面倒だから始末してきてちょうだい。始末するのか？何その反応。あいつを消すと困ることでもあるの？始末しては食べられなくなるだろう。お前はそれでも構わないのか？そうね、ちょっと鮮度は落ちるけど死体を持ってきてくれれば問題ないわ。そういうわけだからさっさと行ってきて。お茶くらい自分で入れるから。わかった。じゃあね、裏切り者さん。やるか。来ますよ。来ますよ。手が相手だ。いっぱい飛ばすぞ。よっ。ふっ。ちょっとね。いくぞ。
Brace yourself for the coming battle! この私があなたのような雑魚に肉体を操られる日が来ようとは、屈辱以外の何者でもありませんよ。しかし今はこれしか方法がないと考え方を切り替えることも必要でしょう。あなたがどこの誰でも構いません。これどんなに小さなものであっても私の体に傷一つつけたら宇宙の塵にしますからね。
きますよ。ちょっと脅してやる。死になさい。なかなか出番ですよ。やさんぞ。くそ。この野郎、俺をこの世から消しやがって。思い出したらムカついてきたぜ。まあまあまあ、ちょっと落ち着こうぜ。ああ、てめえに何がわかる。おいおい、そんなにイライラしてちゃ大事なことを見失っちまうぞ。この俺を見てみろよ。昔はお前らに殺されたってのに普通に接してるじゃないか。言いたいことは山ほどあるが、今はお互いに戦うべき相手をだな。うるせえ。てめえにはプライドがないだけじゃねえか。バカにすんな。俺にもプライドはある。だけどプライドなんかよりも大事な守るものがあるんだよ。ふん、栽培マンごときと相打ちになったやつが偉そうに言うんじゃねえ。そういう痛いところつくなよな。せっかくいいこと言ったのに。こうなったら戦いで見返してやる。
最高の盛り上げ。レッツゴー！真打ち登場だぜ！ハッピー！ハイッチャー！シャッフット！振動が浮かぶ！ディアー！うわぁ！はい！ひと暴れしてやるか！ゼーティー！終わらせるぜ。無駄だ。これで終わりだ。くらえ。これが俺の最高の技。
に響く。この声はピッコロか？ああ、間違いない。悟空にも聞こえたか。ピッコロ、一体何の話です？俺たちの仲間のナメック星人だよ。今クローンが近くに迫ってきてるらしい。そういうわけだから助けに行くぞ。待ちなさい。なぜ使えないザコを助ける必要があるのです？使えねえっちゅうことはねえぞ。強いし、トーラたちと戦ってくれる。強いね。あの頃からそれほどパワーアップしたとも思えんな。ほんとほんと、嘘なんかついてねえって。いいでしょう。確かに手駒は大いに越したことはありませんからね。よし、そうと決まれば急ごう。待て、それ以上はさせないぞ。まったく面倒ですね。さっさと終わらせてしまいましょう。それにしてもまさかお前たちに助けられるとはな。心を読んでおおよその事情は理解したが、この目で見るまでは信じられなかった。私たちは助けたところで役に立つとも思っていなかったんだがな。だから感謝しろとでも言いたいのか？感謝する気があるのなら私のために戦うことですね。貴様らと手を組むことは気乗りしないが、今はそれどころではないか。まあ、あなた程度が加わったところで戦力に大きな変化もありませんがね。なんだと？仲間同
同士で争ってどうするんだよ。なあ悟空、何とか言ってやってくれよ。気に食わねえんなら一度とことん戦った方がいいんじゃねえか。その方が話が早いだろう。もういいよ悟空、お前は黙っててくれ。とにかくピッコロ、今はみんなで協力しような。うん、まったく疲れるぜ。